ヤッホーはヨーダヨーということで、中華街にご飯を食べに来たよ。まずは北京ダックから。タケル来てる。タケル来てるんだが。タケルの YouTube 来てた。やばー、あやもタケルだわ。じゃあ北京ダックってさ、北京ダックとネギとキュウリと甜麺醤。甜麺醤黒い、そうそう、黒い味噌みたいな、あれがうまいんだよな。ありがとうございます。熱々いただきます。うまー。野菜がシャキシャキ。なんとかっていうソースがうまい。20点だな。焼き小籠包のめっちゃ有名なお店。うん、美味しそう。海鮮煮てる豚肉には、うん、どっちがどっちなんだろう。緑色のが海鮮。あ、そうなの、うん、で知ってるの、調べたの。いや、書いてあるし。いただきます。どうぞ。はい、側しか食べれなかった。なんか食べんの下手じゃない。取った。中身出てきた。もういける。うまっ、うまっ。エビがプリプリ。本日で食レポうまくなるのかな、この人。期待しないでください。怪しいなぁ。後ろカリカリなのめっちゃ美味しい。うん、焼きだからね。うん、やっぱね、焼きがいいよ。揚げも好きだな、餃子とか。横浜ダージーパイ、ザージーパイ。難しいね、ダじゃないのか。あ、だからザか。なるほど。かわいいこのボンボンみたいなやつ。ボンボリ、ボンボリ、ちょうちん。でかでかい顔。顔ぐらいあるわ。顔ぐらいある、うん、なんで手こうやってやったんだろう。なんかすっごいね、何の匂いだろう。なんかの匂いがする。ひどいな。でも塩とコショウって言ってたよね。うん、上手にしよう。いただきます。はい。うん、どや。おいしい、柔らかい、うん、あのお肉が。うん、うまい。もう無理。無理だった。ザージーパイスタンド。携帯スタンドになっているザージーパイスタンド。便利そう。ウーシャンペン。ここ何それ。カレーのスパイシーみたいな。カレーのスパイシー。もう喋るのやめようかな。ハリネズミさん食べようと思ったら閉まってるんだが、悲しい。次、福プン横浜プリン。あれか、福プンプリン。めちゃめちゃ可愛い。パンダさん。うわーい、楽しい。お皿が可愛い。
あ、パンダか。クマかと思って。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。そうね、確かにそうだわ。ほい。やべ、上しか取れなかった。ほっ。わーい。うん、うまー。味がまろやか。まあ、悪い言い方をするとあんまり味がしないプリン。なんかその卵感みたいなあるじゃん。がっつりプリン味ですみたいな。そういう感じはないけど、まあでも上が濃いから。なんか合う、なんか合う。どうもどうも。ふん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 。滑らか。そうやろ。上のゼリーと合うようなプリンにしてあるんだね。そうやろ。今言ったことそのままやろ。だいぶ言い方違いました。配慮しない言い方をしてしまった。すいません。いちご&マスカットのいちご飴を間違えた、フルーツ飴を買いました。いや、なんか本当はさ、パンダマンとかさ、ハリネズミとかを食べたかったんだけど、どっちも棚卸しで、そう、休業してましたので、どこにでも売ってはいるけど、フルーツ飴を食べることにしました。いいの、あよ、いちご飴超好きだから。うん、いちご凍ってる。凍ってない、シャリシャリしてる。初めてかも、普通じゃないいちご。普通じゃなくはないな。あ、垂れてきた。うまい。ということで、本日は中華街でお昼ご飯でした。また来たい。まさか棚卸しだと思わないじゃん。まあ、でもお腹いっぱいになったからね、満足ではある。うん、そう、とっても良きお昼ご飯でした。ということで、今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってるので、よければフォローしてください。ではまた次の動画です。